皆さんどうもこんにちは、ヒカクゲームです。本日もウィーレ2011ベスト版やっていきたいなと思っております。いやー、ウィーレアプリ2020終わっちゃいましたね。いや、今朝実はですね、8時半ぐらいに、知らない方もいると思うんですけど、ウィーレアプリ2020最後の配信っていうのやってたんですけど、まさかの朝9時ぐらいなのに、同節5000人ぐらい来てて、はい、みんなと一緒にお別れできてよかったなってところなんですけど、まあ今ちょっとアプリ版がないということで、PS 総版に浮気していきたいなと思っております。ちなみに、ウィーレアプリ2021木曜日にメンテ開けるんですけど、その時待機生放送でみんなで明けましておめでとうやりたいなと思ってますので、まあ2時ぐらいからやるかな。よかったらぜひそこも来ていただきたいなと思っております。で、まずは近況報告なんですけど、まずは皆さん本当にPS 版の動画もたくさん見ていただいてありがとうございます。まあアプリがね今ないからっていうのもあると思うんですけど、毎回10万再生していただいて、コメントもたくさんくださって本当に感謝してます。前回のコメントでこんなのもあってめちゃめちゃ笑ったし、なんかこのコメント見た後見返したら確かにそれにしか見えなくなってきましたね。はい、ということで、ちなみにですね、 PS 版昨日もVIPさんと試合したりしたんですけど、マイクラブランクマンもちょいちょいやっていて、今だとレートがどんぐらいだったか、637ですね。実はまだルーキー期間抜けてないんですけど、まあ637ということで、まあどうなんだろうな、まあ普通ぐらいかな。まあアプリと PSO のレートってだいぶ違っていて、まあまあまあ悪くない方だと思ってますので、はい、引き続きこの調子で頑張っていきたいなと思っております。はい、で、あとはそうだね、今週イベント結構見てたんですけど、まあ特に新しいの来てないかな。まあこの辺のコムチャレは来てるのと、あとはオンチャレの方で一応このね新しいイベントが来てたんだけど、これ結構さきつくない？僕前回できなかったんだけど、黒確定もらう条件がこうやって見ていくとですね、3試合を全勝なんですよね。あれ結構これむずいなと思っていて、まあまあまあどうなるかわからないですけど、まあ僕はやらないかな、って感じで、特に新しいなんかイベントとかはなかったかなって感じですね。はい、で、今週のですね CS ガチャ、まあ皆様楽しみにしていると思うんですけど、はい、来ました。見てください、全然見慣れないアイコンだと思うんですけど、はい、これ左がインテルで右がミランですね。おい、ライセンスアドリアーノ帰ってきてくれよって感じですけど、まあまあまあこの2クラブと、あとはですねセルティックとレンジャーズが来てるということで、まあこの右2つに関しては僕も引かないし、無課金美課金だったら引かなくてもいいかな。もちろん輝く選手はいるんですけど、育成が結構大変だったりするので、まあそこまで無理に引かなくていいかなと思います。まあ美課金勢でもこっちの左2つは引いた方がいいですね。まあインテルミランに関してはさっき中身を見てたんですけど、安定的にいいガチャなので、はい、僕はすごく魅力的だなって思ってますね。はい、でまずはですねインテル見ていきましょうか。はい、インテルなんですけど、はい、ユニフォームどうしたユニフォームがなんか小学校の時のなんか運動会の出し物のユニフォームみたいになってますけど、まあこれがねライセンスなくなった影響ということで、いやでもさ見てよ、インテルハンダノでしょ、ルカク、レフライ、シュクリニアル、ラウタロー、ブロゾビッチ、バレーラ、サンチェス、結構当たり多くない？でサンチェスに関しては金降格しちゃってるんですけど、まあ今回強化されて黒になってるし、デコイランなんすよ。デコイランって面白いプレスタイルになってるところとか、あとはまあバレーラ優秀なんすよね。まあバランス良くてスキルも良く、え、待って、スーパーサブついてんの？バレッラ。え、待って、今気づいたんだけど、え、間違いじゃないよね。え、めっちゃ当たるじゃん。やべえ、バレッラの強さがバレッタって感じですけど、待って、マジで知らなかった。え、スパサブついたんだ。バレッラめっちゃ強いじゃん。え、めっちゃ欲しい、めっちゃ欲しい。うん。だからバレッラもいいでしょ？まあ、元祖ね、走る理不尽ルカクだったりとか、あとこのセンターバック2人ですよね。シュクリニアル、デフライ両方いいし、デフライに関しては今作、後半7になってるんで、めちゃめちゃ当たりなんですよ。あれ？これ良くないっていうね。まあ、特にミンテルじゃん、ミランとインテル混ざっちゃったんだけど、ミランとインテルだったら僕どっちかというとインテルの方を押したいかなって感じはありますね。はい、ということでじゃあこれ順番に引いていきましょうか。もう先にインテル引いて最後ミランで終わると、はい、そんな流れでやっていきたいなと思います。まあまあまあ今日はね多分ね神引きできるよ。なんでかっていうと、まあウィーレアプリ2020終わって、このガチャ運がウィーレアプリ2021のまあ未来を占うというか、僕の1年分の未来を占うと思いますので、さあ一発目いってみたいなと思います。まあでも1回目はまあインテルの選手に関してはまだ習慣も出てきてないし、うん、基本的に被りはありませんので、もう気持ちよく誰でも OK、 もう受け入れ体制はできてますと。はい、誰ですか？うん、何番何番、はい、おっと、さあこれは何番だ、見えない。7番サンチェスかな。サンチェスですね、うん、びっくりした今、アレクシスって見えたからちょっと一瞬メスったかなと思ったけど、はい、サンチェス選手ありがとうございます。なるほどね、うん、デコイランでね、悪くはないんだけど、この中だと、まあ、でもね、多くを語る必要はないですね。はい、ありがとうございます。オッケー、まあ一発目だからよかった。オッケー、狙いは、バレッラ、ルカク、デフライ。これでいきましょう。まあ、ラウタロでもいいですけどね。さあ、次行きましょう。さて、でもさ、サンチェス7番じゃん。で、ブロゾビッチ確か77番だから、すげえ間違いそうな気がしますけど。さあ、2回目、イタリア、セニョリータ、ゴー！はい。おお、今噂をすれば、待って、サンチェ
ス7番じゃん。で、ブロゾビッチ確か77番だから、すげえ間違いそうな気がしますけど。うん、噂をすればじゃないこれ。いや、おい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 、7コレクターになっちゃってんじゃん。もうラッキーセブンっつって、これパチンコだったら大当たりよ。いや、なるほどね。なあは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 あ、でもすごい反応しちゃったけど。なるほど、サンチェス・ブロゾビッチと7コレクター、ありがとうございます。ブロゾビッチは一応黒昇格しましたしね。そっからの FP ということで、まあ前作よりはだいぶ強くなってるかなって感じですね。はい、ありがとうございます。まあなんとかテンションで乗り切ってるけど、ちょっとなんかね、怪しい匂いがしてきたね。マジかマジかマジか、ヒカックゲームズマジか。まあでもね、最後に全てを塗り替えよう。全てを覆す男、ヒーローは遅れてやってくる。そう、終わりよければ全てよし。このクイズ最後100万点。さあラストいきましょう。ラスト1回お願い、マジでお願い、神行くさせて、お願い、来い、はい、あー、どうなんすかね。あー、まあ今晩6で、まあ身長193あるし、能力に関しては強いっちゃ強いんすけど、僕のバレッラ、ルカク、センターバックどこ行ったかな。あーあーあー、なるほどねなるほどね。さあ次はミラン見ていきたいなと思うんですけど、ミラン、こっちもこっちでユニフォームが大変なことになってますね。いやー、まあまあまあ、しょうがないっすね。てかさ、ケシエ金なの、なんかすげえ違和感じゃない。ケシエっていうと常に FP 黒のイメージありましたけど、ただケシエ金なんですけど、能力見たんですけど強い。まあコーン4っていうのが気になるけど、やっぱフィジカルあるし、うん、あの育てる価値十分あるなって思いましたね。てかね、なんか正直普通の黒玉出るんだったらケシエの方が全然いいなって思いましたね。で、あとはまあレビッチよ。いや、レビッチやばいっしょ、これ。ウィングストライカーで。で、スパサブ持ちでしょ、ワンシュー持ちでしょ、チェイシング持ちでしょ。で、スピード瞬発が91、88ありながら、フィジコン87よ。いや、これ絶対的に強いっしょ。まあ、名前もね、アンテレビッチだけに、アンタレビッチって感じですからね。はい。で、あとはまあ、ロンナルンマに関してはもう当然、もう説明不要のあたりですし、まあ、イブラスよね。かっこいいもん、なんかこの澄ました感じね。まあ、イブラに関しては、まあまあまあ、能力うんぬんよりもロマンみたいなところで欲しいっていうのもあるんじゃないかなと思っております。ということで、待って、マジでインテルさ、なんか悪くないのよ、インテルの引きも悪くないけど、なんかすげえ反応しづらい結果になっちゃったから、ちょっとここで取り戻したい。頼む、マジでマジでお願い、マジでお願い、マジでお願い。どんなルンマが出る分には全然いいから、今回ゴールキーパーに関してはね。さあ1回目お願いします。さあよろしくお願いしますって言ってね、サマーウォーズ懐かしいですけど、さあ来い来い。お、何番、はい、見えなかった。さあさあさあ、緊張。おお、待って、これ、おお、これズラタンじゃない ?11 番ズラタンだよね。オッケーオッケーオッケー。まあ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 、王様降臨といったところ。いや、いいね、かっこいい。39歳よ。ワンチャンね、見てる人のお父さんぐらいの年齢だからね、ズラタン。いや、ズラタンがお父さんだったらどう。僕のお父さんズラタンなんだけどっつって、友達ん家行ってさ、お父さんがズラタンだったら驚くよね。はい、ありがとうございます。まあ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 、ゲッツってね、やらないでしょって感じなんですけど、まあイブラに関しては、まあとりあえず持っておきたい選手の一人であるので、はい、すごくいいかなと思います。ありがとうございます。最高のスタート。ちょっと一旦挟むか。なんとなく流れが、うん、流れがちょっとあんな感じだから、ちょっと一旦これ挟むわ。プレミアムエージェント、これ最後の気がするね。はい、最後のプレミアムエージェントで、ここで神引きして世界を変えよう。はい、お、いいね、イングランド、ワンチャン黒玉あるね。レッツゴー。さあ残り2回行ってみたいなと思います。頼む、マジで。レビッチ、ズラタン、違う、ミスター、ミスター、ミスター、レビッチ、どんなるば。やべえ、ズラタンを望んでしまったわ。こういう時ズラタン来たりすんだよな。レビッチ、どんなるば、レビッチ、どんなるば、レビッチ、どんなるば、よろしくお願いします。さあイタリア、さあ2回目ミラン、よろしくお願いします。レッツゴー。ズラタンを望んでしまったわ。こういう時ズラタン来たりすんだよな。さあさあさあ、緊張。おー、待って、これ、おー、これズラタンじゃない ?11 番ズラタンだよね。オッケーオッケーオッケー。まあ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 、王様降臨といったところ。来るか。おう、嘘、待って、嘘だろ、待って、これ やったな。おいおい、待て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 、いくら王様だからって待ってくれよ。比較した、待って、やばいやばいやばい、嘘、え、これちょっと、まあ確かに、うん、かっこいいとは言った。そしてさっき言い間違えたから、言い間違えたってことは俺でもいいよねみたいな。え、そんな展開ある。さっきとちょっとポーズ変わってるしさ。大丈夫だ、一旦落ち着こう。大丈夫、いけるぞ、マジでお願い。ラストです、もうあと1回しかないのよ。ラスト、レビッチかどんなるま、まあ、最後にもうひっくり返せばいいよ、さっきと同じように。いきます、常に前を向く。そう、配球、配球で学んだこの前を向く姿勢。ラストいくぞ、さあお願いします。いくぞ、ラスト、マジでマジでお願い。もうズラタン、もうここまで来たらズラタンでもいいかもしんない。でもさあラスト、いきます、レッツゴー。
来るか。お、でも待って、来たんじゃないこれ。嘘、レベッじゃない。オッケー、よし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 、いやいや、レベッチですよ、レベッチですよ。オッケー、よっしゃー。一瞬さ、十なんて見えてさ、あれこれもしかしてって思ったけど、オッケー、ありがとうございます。まあでも、まあでもね、結構なかなかの結果出してるからね。まあまあまあ、でもとりあえずレビッチ最後引けたということで、どうすかね。まあ総合的にはまあ85点ぐらいでしょうか。まあこの感じだとウイレアプリ2011もちょっと心配ですけど、まあまあまあ、比較劇場を今日もお届けできたんじゃないでしょうか。ということで、またねウイレアプリ2021大気な妄想もやりますので、引き続き比較ゲームズよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。あんたレビッチ